見てみろよヒーロー殺し、大多数の人間は対岸の火事と、いやそうとすら思っちゃいないぞ。どこで誰がどういう思いで人を殺そうが、こいつらはヘラヘラ笑って生きてるぞ。だがその一方で、お前の思いとはおよそほど遠いところで、お前の心派が生まれてるよ。何なんだ。やってることは同じだろ。俺も、お前も。結局気に入らないものを壊していただけだろ。何なんだ。一体何が。大体何でも気に入らないんだけどさ。今一番腹が立つのはヒーロー殺しさ。俺は認めちゃいないが世間じゃそうなってる。問題はそこだ。ほとんどの人間がヒーロー殺しに目がいってる。幽霊襲撃も、ホスで放ったノームも、全部奴に食われた。誰も俺を見ないんだよ。なぜだ。いくら脳が汚れようが、結局奴も気に入らないものを壊していただけだろ。俺と何が違うと思う？ああ、なんかすっきりした。点が線になった気がする。なんでヒーロー殺しがムカつくか、なんでお前が鬱陶しいか、分かった気がする。全部、オールマイトだ。そうか、そうだよな。結局そこにたどり着くんだ。何を悶々と考えていたんだろう俺は。こいつらがヘラヘラ笑って過ごしてるのもオールマイトがヘラヘラ笑ってるからだよな。あのゴミが救えなかった人間などいなかったかのようにヘラヘラ笑ってるからだよな。皮肉なもんだぜヒーロー殺し。対極にある俺を生かしたお前の理想信念全部俺の踏み台となる。信念も理想も花からあったよヒーロー殺し。何も変わらない。しかしこれからの行動は全てそこへとつながる。オールマイトのいない世界を作り、正義とやらがどれだけ脆弱かを暴いてやろう。そして今日から。大体何でも気に入らないんだけどさ、今一番腹が立つのはヒーロー殺し。